たか。ダメ、辺りをぐるって回ってみたけど見当たらないわ。ダル、見つかったか。オカリン、それが…どうした？電話繋がらないんだよ。マユリなら、俺も何度もかけてみたが、電源を切ってるみたいで。違うんだ、マユシだけじゃなくて、他のどこにも繋がらない。つっか、ずっとスマホが圏外になったままでさ。なんだって。俺のも圏外だ。私もだわ。屋上でもダメだ。外に出ても繋がらないわ。お、速報出た。え、つーか、なんぞこれ。秋葉原一帯の基地局が全キャリア故障？全キャリアってそんなことありえるの？人為的な工作。ダル、ネットは生きてるんだよな。あ、うん。だから LINE 経由でルカシやアマネシとは連絡取り合ってる。俺ももう一度辺りを探してくる。待った。実はもう一つ気になることが。電波障害のことをアットちゃんで調べようとしたらさ、現在進行形で丘板がクラックされてて、そのクラッキングしてるやつがさ、ほら、これは。グリゴアンとカメハメハ。これはどういうこと？アマデウスだ。え？
こいつはアマデウスのクリスなんだよ。クリスに何かがあった。時を司る秘密、タイムマシンじゃね？タイムマシンの情報が誰かに漏れたのか？つうか、なんでアマデウスがタイムマシンの情報知ってんの？オカリン喋ったん？ヤジョさん、アマデウスにアクセスできるか？規則違反になるけど、そんなこと言ってる場合じゃなさそうね。橋田さん、その PC 借りていい？いつもと違うわ。どういうこと？そんな、こんなバカなことって。どうした？ないの。アマデウスのプログラムが、記憶データごとどこにも存在していない。の、ダル、ハッキングしろ。脳科学研究所だけじゃなく、ビクトルコンドリア大学にあるデータを全部こじ開けてくれ。サーバーから個人の PC まで全部だ。オキドキ、ヒアジョーさんも協力してくれ。頼む。ええ。どこか別の場所に移されたとか？そんなの無理だわ。アマデウスシステムに関してそんな管理者権限を持ってるのはレスキネン教授だけよ。レスキネン教授、レスキネン教授が。憶測で物を言わないで。それよりも教授の ID とパスがクラックされたと考える方がよっぽど現実的よ。レスキネン教授に連絡をつける方法はあるか？ラジカンへ行ってくる。クリスの警告通りなら狙われるのはあそこだ。僕も行く。お前とヒアジョーさんはここで情報収集だ。マユレが戻ってくるかもしれないから。ただし何かあったらすぐに逃げろよ。